どうもクロスロードラボです。今日はですね、もう皆さん見た方いらっしゃると思いますけど、サントリーがですねウイスキー31品を、2022年4月から値上げすることを発表しました。残念ですね。いやー、もうねツイッター見てるといろんなコメントがありましたね。これはまあ動画にしないわけにはいかないと思って、まあツイッターとか見てない方もいらっしゃいますしね、僕は Google ニュースで知りましたけど、 Google ニュースとか見てない方もいらっしゃいますので、動画にしてね共有したいと思います。で、値上げはですね、日本のウイスキー自体、2016年の4月以来で6年ぶりということになってます。そして、サントリーが扱う海外ウイスキーね、海外のウイスキーは2020年の4月約、2年ぶりの値上げということになるみたいです。はい。で、まあ、サントリーいろいろね、海外のウイスキーも扱ってて、海外に蒸留所も持ってますから、自社のね、ウイスキーを販売しているということもありますし、正規輸入代理店だっていうこともあります。はい。で、なんとですね、まあ、ちょっとぐらいの値上げなら、まあ、ざわざわしないと思うんですが、今回ねなんと最大 28% もの値上げがされます。28ってすごいですよね。最初は 5% なので、5から 28% の値上げが行われます。で、理由としてはですね、国産ウイスキーは人気が急に増したことから原酒不足になり、蒸留釜や貯蔵庫の増設などを進めてきた。供給不足に対応するため、今後も設備投資を増やす予定で、値上げ分を設備投資に回す。輸入ウイスキーは足元でコストが増加している。調達価格の上昇が続いている商品を対象に価格改定を実施したということですね。はい。じゃあちょっとね、具体的に、どういうものがどれぐらい値上がりしたかっていうのを見ていきたいと思います。はい。まずですね、サントリーが扱っているタラモアデュー、これはねアイリッシュブレンデッドウイスキーなんですが、これが 5% の値上がり、2200円から2300円になります。かわいいですね、100円の値上がり。はい。続いて、バルベニー、はい、バルベニーっていうのはウィリアム・グラント、まあ、グレンフィニックを所有している蒸留所ですね。そこの、姉妹蒸留所になります。そのバルベニーのですね、14年カリビアンカスクっていうのが1万円から1万1000円、まあ、10% の値上がりです。ちなみに、ね、これ全部僕が言ってるのは税抜きの価格です。はい。そして、超定番のバルベニー12年ダブルウッドが6100円から6700円になります。600円の値上がり、結構ですよね。これも 10% の値上がりですね。続いてグレンフィニック、はい、グレンフィニックはですね、12年スペシャルリザーブ700ミリが4000円から4600円になります。 15% の値上がり。そして12年スペシャルリザーブのハーフボトルが2500円から2900円になります。結構上がりますよね。こちらは 16% の値上がりです。だからちょっと、ハーフボトルの方が割高になったということですね。グレンフィニック15年のソレラリザーブ7000円からなんと8500円になります。 21% の値上げです。はい。続いて、グレンフィニック18年スモールバッチリザーブは、なんと1万2000円から1万4000円 17% の値上げです。はい。そしてグレンフィニック21年のグランレゼルバーは、3万円から3300円、まあ、10% の値上げ。まあ、この辺はね、正直並行輸入品を買われている方が多いかなと思いますので、あまり、皆さんに影響しないかなとは思います、正直ね。はい。続いてマッカランです。マッカランはですね、実は、サントリーがですね 25%、株を所有しています。残りはですね、エドリントンが 52.5%、 そしてウィリアム・グラントが 22.5% ということで、エドリントンが所有しているという形になってますが、サントリーも深く関わってるんですね。で、しかもですね、このエドリントン、まあ、母体ですよね、マッカランの。このエドリントンに、2020年、去年ですね、去年サントリーが、10% 出資してるんですよ。だから結構、マッカランと深い関係が昔からあります。はい。で、値上げの対象商品はマッカランの一番定番のね、シェリーオーク12年、こちらが8000円から9000円になります。 13% 値上げ。いや、これはいよいよね、ちょうど1万円ぐらいになるという形になりますね。今までは、8000円だったのが税込みで8800円だったので、値上がりしたことによって9000円が9900円になるという
いうことでね、マッカラン12年はなんと1万円約ということになりますよね。ついに大台に乗るっていう感じがありますけど、ギリギリで止まりました。はい、そして、マッカランシェリーオーク18年が3万円だったのが、3万2000円 7% 値上がり。っていうか18年3万円だったんだなと思いました。もうしばらく入れてないからこんな正規の値段がね高くなってるとは思いませんでしたね。そして、マッカランの25年、15万円だったのが、16万円 7% 値上げになりました。まあ、15万円で買える方ってなかなかいなくてね、飲食店とかが一部買えるぐらいで、本当はね市場価格的には25万円ぐらいで取引されてるのが、一般的なのかなと思いますけど、正規ルートで入ると15万円で買えたんですね今までね。実はね海外から、直でね輸入しても15万円以上、20万円超えますね割と。マッカラン25年ってね、だから15万円で買える方は結構飲食店の方とかじゃないかなと思います。そしてザ・マッカランシェリーオーク30年が22万5千円だったのが、28万8千円、28% の値上げです。だいぶ上がりましたね。だけどまあマッカラン30年なんて案内すら来たことないので、なかなか幻なんじゃないかなとは思いますけどね。毎年出てるのかな、どうでしょうか、知ってる方いたら教えてください。はい、そしてマッカランのレアカスクっていうのがあります。こちらは2万7000円が3万2000円になって 19% 値上がりということで、まあダブルカスクとかトリプルカスクは据え置きなのかなって感じですね。トリプルカスクはあのハーフボトルとかが出てますので、好きだった方は安心なんじゃないかなと思います。まあマッカランに関しては結構ね飲食店メインじゃないかなと思うんですよ。実は日本で一番売れてる、スコッチのシングルモルトがマッカランなんですね。それはなぜかといったら、やっぱり日本はねボトルキープの文化が、クラブだったりスナックでありますので、そういうところの需要で一気に、販売数量を増やしてるんじゃないかな、伸ばしてるんじゃないかなと思います。はい、ボトルキープって一瞬で1本出ますから、やっぱり回転が早いんですよね。どん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 ボトルが売れていくっていう状況になりますからね。このレアカスクもそうなんですよ。日本でねこういう風に普通に扱ってる理由はね、やっぱりボトルキープ需要ですね。はい、まあ、銀座とか行ったら普通にこうシェリーオーク25年とか、30年とかがボトルキープで入れれるんじゃないかなと思います。はい、ここまでが、海外のウイスキー。次からは、サントリーが扱う自社のね日本のウイスキーの値上がりを紹介します。まずはですね、チタ、はい、チタまで値上がりしてしまいます。700ミリが3800円から4000円に200円アップします。5% の値上げ。なので、ハーフボトルも、1900円から2000円に、そして、180ミリのボトルが1030円から1130円。これがね、180ミリのボトルだけ 10% 値上がりなんですよ。ハーフも700ミリも 5% なので、少し割高になっちゃったってことですね。ミニボトルがね。次白州、はい、白州のノンエイジがですね、700ミリが4200円から4500円に 7% 値上がりします。300円ですね。それで、180ミリのミニボトルがなんとですね1140円から1250円、 10% も値上がりしてしまいます。だからちょっと割高になりますよね。まあしょうがない。はい、そして白州12年、まあ今は限定的にたまに出荷されているらしいんですが、うちは1回しか入ってきてないですねまだね。8500円からなんと1万円になります。はい、まさかのマッカランより1100円も高くなるというね、すごいですね。税込みで1万1000円なわけですから、マッカランは税込みで9900円ね。それで 18% の値上がりね。で白州の18年、まあ幻ですね、2万5000円から3万2000円 28% も値上がりします。そして極めつけは白州25年、12万5000円からなんと16万円になります。 28% 値上げです。続いて、皆さんが気になっているところで山崎ですね。はい、
山崎は4200円が4500円、 7% の値上がり。そして、180ml のミニボトルが1140円が1250円の 10% 値上がりで少し割高になってしまいます。山崎12年、8500円が1万円になります。はい、こちらも、1万1000円になるということですね、税込みで。18% 値上がり。そしてなんとですね、新幹線とかで買えていた山崎12年 50ml のボトル、はい、730円だったのが880円になります。これは何パーセント値上がりしたかというと、なんと 21% も値上がりします。相当割高になってしまいました。次に山崎18年、2万5000円から3万2000円 28% の値上がりです。高いですね。そして山崎25年は12万5000円から16万円ということで、白州25年、まあ白州と全部同じ値上がり方してます。ちなみにですね、白州の12年は 50ml のボトルってないんですよね。だからここだけがちょっと違う、あとは全部一緒です。はい、で最後に響きです。響きシリーズ、はい、ジャパニーズハーモニーが、5000円から5500円、500円も値上がりということなので 10% ということですよね。なので、6000円超えてしまうんですよ、税込みでね。でブレンダーズチョイス、まあ市場で結構そこそこ値上がりした状態で売られてるのがもう普通になってしまいましたけど、もともとはね1万円だったんですよね。だから1万1000円が、正規の希望小売価格だったんですけど、それが1万2000円 20% に、なります。 20% の値上げ。そして響き21年が、2万5000円から3万2000円ということで 28%、はい、なんかもうすでにねそれぐらい値上がりしてたんじゃないかなという感じがうっすらしますけど、まあ希望小売価格なんでね。そしてなんと響き30年がですね12万5000円から16万円になります。こちらも 28% ということで、かなり、熟成年数が長い、響き30年、山崎25年、白州25年、全部 28% の値上がりです。18年もそうですね。でマッカラン、30年も 28% ということで、いやーすごいですね。ここまで一気に値上げするのかっていうぐらい値上がりがありましたね。じわじわじゃなく一気にドーンという感じなんで、皆さん結構困惑されている方もいらっしゃると思いますが、以上が、発表された内容でした。はい、そんな感じでですね、ここに入ってない商品は今のところ値上がりはないみたいです。なので例えばサントリーの角瓶、そして、ロイヤルリザーブね、人気あると思いますけど、そちらは価格据え置きということです。そしてサントリーといったらまだラフロイグとかね、ボウモアを所有してますから、その辺は今のところ価格据え置き。まあ結構並行輸入買われてる方も多いと思いますので、まあそこはまあまあそんなに影響ないかなと思います。まあオーヘントッシャン所有してたりとかね、その辺もまだ影響ないのかなと思いますね。そしてバーボンね、ジムビームとか、あとはブッカーズ、ベーカーズ、ノブクリーク、そしてベイゼルヘイデンとかね、まあ、オールドグランダットとか、まあ、サントリーってかなりたくさんいろいろな銘柄を扱ってるので、その辺が価格据え置きっていうことは、まあ、好きな方からしたらね安心なんじゃないかなと思いますが、いつ上がるか分かんないですね、この感じだとね。でちなみに、はい、一つ注意事項なんですけど、これ全部希望小売価格です、あくまでね。値段を決めるのは、販売するお店です。これは定価ではないのでね、なのでこの価格で売ってくださいという価格ではないので、そこだけは本当に注意してください。どんな値段をつけるのもお店の自由です。まあ、その値段によってお店的にね、良心的だって思われたりとか、悪徳だって思われるっていうのはそれぞれの戦略ですから、イメージ戦略として、良心的に思われたいとかね、うちはねこの価格でやらせてもらってますっていうお店もありますしね、ちょっと高めの値段をつけてね、それは正直いい悪いではないですね。はい、イメージっていうのはありますけどね、絶対的に。まあいろいろ皆さん思うところもあると思いますが、コメント欄にね皆さんのご意見書いていただければと思います。それではチャンネル登録、 Twitter フォロー、インスタのフォロー、サブチャンネルの登録をよろしくお願いします。クロスロードラボでした。バイバイ。